アラクラトロ様、新しい獲物を連れてきました。今日の獲物はそやつか。これは極上の女闘士だな。そやつのエキスも絞り出してやろう。ハンフリーを我に差し出すのだ。はっ。ついに姿を現したわね。わざと捕まった甲斐があったわ。16年前に町を襲った魔物の群れはグレイグによって倒されたと聞いていたけれど、生き残りがこんなところにいたなんて。姫よ、ご苦労であったな。ハンフリーよ、すまんが、お主の部屋を調べさせてもらった。決勝戦の直前でお主が飲んでいたもの、あれこそが闘士たちから絞り出されたエキスだったのじゃな。そうか、俺の部屋に侵入したのはあんたらだったのか。しゅその通りだ、人間よ。16年前、我は憎きグレイグによって傷を受けた。その傷を癒すためのエキスを集めるためにこの男を利用したのだ。強い人間のエキスを飲めば我が傷は治る。そのエキスを人間が飲めば無敵の体になれる。その誘いにこの男は乗ったのだ。勝ち進んで金を手に入れるためには強者のエキスが必要だったんだ。孤児院を守るためなら何だってするぜ。すまない、この秘密を知られたからにはお前たちを生かしておくわけにはいかん。やれやれ、愚か者め、自分の体のこともわからぬとはな。お主の体はあのエキスのせいですでにボロボロじゃ。そうして立っていられるだけでも奇跡と言えよ。情けないな。これも魔物の力に頼った報いか。これ以上は使い物にならんか。所詮は軟弱な人間よ。ならばこのアラクラトロ様が直々に貴様らを始末してくれるわ。私はみんなを救出する。魔物の方はあなたたちに任せたわ。生かしては返さん。油断大敵じゃ。さあ慌てばめき、我が棘の餌食となれ。炎をまとえ。ここからですわ。ありがとう。すっいや
って。よっしゃ。これで一件落着だな。仕方なかったんだ。俺のような三流投資の稼ぎでは子供たちを養うことができなかった。ここは孤児院の真下にあたる場所でな、ある日金が底をつき頭を悩ませていると荒倉殿の声が聞こえてきたんだ。力が欲しくないか、欲しかったら我の元に来いと。仮面舞踏会で賞金を稼ぐために俺は力を手に入れることにした。奴の道具になる道を選んだ。ろくでもない契約なのは分かっていた。だけど俺の育った場所、孤児院と子供たちを守るためにはこうするしか。その決意を真っ当な努力に向けず魔物の還元に乗ったのはお主の弱さ。しかしまだやり直せるはずじゃ。わしはここの町長につてがあっての、個人については悪いようにはせん。なんとか手を打つよう働きかけてやる。だから安心して人生をやり直すがよい。すまない、本当にすまなかった。
起きて。ねえ、起きて。起きてったらん。Good morning。いや、お目覚めのところすまないが、道義上に急いだ方が良さそうだ。お預けになった表彰式は今日やるんだとよ。さあ、早く行こうぜ。表彰式頑張ってね。観客席から勇姿を見守ってるわ。大いに盛り上がった仮面舞踏会もいよいよ終わりの時を迎えました。それでは改めて表彰式を行います。ハンフリールーキーチーム、どうぞ舞台へ。それでは優勝賞品の、ちょっと待ってくれ。本来表彰式ってのは場が温まってる時にやるものだ。お客さんもこれじゃ盛り上がらない。そこで提案だが、優勝賞品をかけてエキシビジョンマッチをやろうぜ。どちらが上か白黒つけようじゃないか。まさかのエキシビションマッチの提案に会場も大いに盛り上がっています。さすがはチャンピオン、心得ています。これでも後には引けなくなったな。なんてな。もう俺はエキスなんかには頼らない。正々堂々勝負するとしよう。行くぞ。勝っても負けても恨みっこなしだぜ。ふん。よし、始めようぜ。やってやるぜ。ハンフリー、なんだか弱くないか。一体どうしちまったんだろう。お見事。エキスを飲まなかったら俺の実力なんてこんなもんだ。観客のみんなも分かっただろう。チャンピオンという名誉を受け取れるほど俺は実力もなければ立派な人間でもない。賞品はお前が受け取る方がふさわしい。お前たちのおかげで格闘家としての良心を取り戻せたような気がする。
気づかせてくれてありがとな。ハンフリー、かっこよかったぞ。ハンフリー、今までいい試合を見せてくれてありがとな。あんたは立派なチャンピオンだったぜ。それではチャンピオンであるあなたに優勝賞品である虹色の枝の贈呈を。大変です。虹色の枝が盗まれてしまいました。虹色の枝があった場所にはこの仮面が。この手紙はあなた宛てのようです。ユグノワ城後にてお主を待つ。見せたいものがあるでな。それまで虹色の枝はお預けじゃ。おお、なんと最後に思わぬ大波乱。優勝賞品の虹色の枝がロウ選手によって盗まれてしまいました。果たして新チャンピオンさんはユグノア城後で虹色の枝を取り返すことができるのでしょうか。ユグノア、それって彼の故郷なんじゃ。
えい、よいしょ、やっ、さあ、選び、やっ、やっとするよ、俺たちの勝ちだ。